お元気ですか、ボクシミです。今回はエポック2023東京ヤクルトスワローズプレミアエディションベースボールカードの開封動画2回目でございます。それではね、早速やっていきたいと思います。こちらは1パックカード6枚入り、1ボックス6パック入りでございます。はい、それでは6パックやっていきたいと思います。まずは1パック目でございます。木澤直文投手でございます。小澤礼二投手でございます。ホセ・オスナ内野手でございます。でメタルパワーですね、メタルパワーはこれは小川投手ですね。はい、こちらですね、こちらがですね70シリでございます。で続けていきます。西村塁と内野手でございます。でマスコットのつば九郎でございます。2袋目でございます。ドミンゴ・サンタナ外野手でございます。高梨宏俊投手でございます。山崎幸太郎外野手でございます。で西村塁と内野手のキラでございます。でメタルパワーですね、小川投手の今度はね、通常版の方でございます。で沢井廉外野手でございます。3袋目でございます。奥川康信投手でございます。ドミンゴ・サンタナ外野手でございます。で高梨宏俊投手でございます。で中村悠平捕手でございます。で直筆サインカードですが、出ましたけどね、それは後にね紹介したいなと思います。では続けていきたいと思います。赤羽義弘内野手でございます。4袋目でございます。石井博俊投手でございます。原樹里投手でございます。奥川康信投手でございます。でメタルパワーですね、中村捕手でございます。北村圭吾内野手でございます。清水昇投手でございます。5袋目でございます。村上宗隆内野手でございます。塩見康隆外野手でございます。池山貴博内野手でございます。石川雅典投手でございます。で石川雅典投手の今度は、銀箔サイン付きでございます。で吉村康次郎投手でございます。でラストのね6袋目でございます。内山壮真捕手でございます。で長岡秀樹内野手でございます。で石川、失礼しました、一山太一投手でございます。
で、このつば九郎の、これは虹光る、これ白サインカードでございます。こちらがね70種類でございます。マスコットもねあるんですよね。はい、続けていきたいと思います。坂本匠投手でございます。で、小早川武彦内野手でございまして、直筆サインカードでございますが、直筆サインカードはですねこの方でございます。はい、背番号19、石川正則投手の直筆サインカードでございます。こちらがですね、69種類でございます。はい、以上でエポック2023東京ヤクルトスワローズプレミアエディションベースボールカード開封動画終わりたいと思います。で、近々ですね、2024年度版のプロ野球チップス第1弾が発売されます、ね。これもね、届き次第、購入次第、開封動画として上げていきますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。